こんにちは、谷地です。お久しぶりです。ゴルフのレッスン動画やります。今日はですね、バランスディスクを使った練習やります。それでね、僕はね、打ちっぱなしほとんど行かないんですけど、まあ、有名な片山慎吾さんとか、ジャンボ尾崎さんとかの、まあ、YouTube 拝見させてもらってるんですけど、やはりね、一流選手ほど工夫して練習しています。ただ普通に打っているだけじゃないんでね、いろんな器具使ったり工夫してやってるんで、僕もいろいろ工夫してやっていますんで、ぜひもう包み隠さず紹介していきますんで、参考になればと思います。はい、はい、ではね、バランスディスク1個だけ用意してもらって早速やりますね。どういうふうに使うかっていうと、まあ、アプローチですね、僕の練習場はですね、10ヤードしかないんで、10ヤードでも全然いいので、バランスディスクをね、左足に乗せますね。左足に乗せるっていうことは、このアップヒルの練習です。ちょっとこう打ち上げになるんでね、まずアップヒルの練習やってみますね。左足体重、まあ、左足にバランスディスクを乗せてこう打つということです。で、このアップヒルの時に気をつけないかんのは、こう勝手に球は上がるんでね、上がるのでこう上げようとしないね、はい、もう勝手にクラブを上げてくれますんで、ポーンと傾斜なりに、まあ、傾斜なりに構えるのと傾斜に逆らう打ち方と両方あります。上からドーンと打つ打ち方と、こうすくい上げる打ち方と、それはね、ライに応じてね、やってみてください。それと得意不得意あるんで、僕はどっちか言うたらライに逆らって上からドーンと打つタイプなんで、あまりすくい上げる打ち方はやりません。はい、これはまあ好みなんで、いろいろ練習してみてください。で、次は逆ですね。今度はダウンヒルの練習、まあ、右足にバランスディスクを乗せてダウンヒルを作るっていうことですね。はい、ダウンヒル作って、これもですね、球を上げない、上げに行こうとしない、もう傾斜に沿って、もう上から勝手に入りますん で左に振り抜いてやるっていうことが大事ですね。はい、一球打ってみますね。やっぱりね、左足に体重がぐっとかかってきますんで、もう勝手にヒットします。ただ球は低くなりますんで、その辺だけ注意していただいて、この場合ね、ボールの位置はあんまり左足に置かないように、ちょっと右足寄りで、はい、で、あとはこう、これもヘッドアップしないで打つっていうのが大事ですね。これで体重が左足にかかってますので、これもまたこういってしまうとダフってしまいます。もう本当に左足一本で打つ感じですね。はい、これはもうすくい上げる打ち方はほとんどできないので、もうとにかく上から下へ打ち込んでいく、まあ、傾斜なりに滑らす、その打ち方しかないです。はい、ということで、まあ、他にね、つま先下がりっていうのもあります。これをかかとの方に乗す、かかとの方に乗したらつま先下がりになります。やってみましょうか。これもアプローチでちょっとつま先下がりの練習ですね。まあ、これも難しいですよね、つま先下がりっていうのは。こういう感じで打ってみてください。で、まあ、次はつま先上がり。つま先上がりはこっちにこう置いたらできますので、つま先上がりを設定してやってみてください。つま先上がりっていうのはね、ちょっとボールから離れてしまいますんで、打つときにこうできるだけ重心を落としてね、しっかりと打ってみてください。はい、今日はね、バランスディスク1枚だけあれば全然で練習できますんで、ぜひね、購入していただいて、まあ、打ちっぱなしに持っていくのもよしですけど、まあ、アプローチの練習でも全然使えますんで、ぜひ活用してみてください。はい、
ただね、打ちっぱなしで打って打ってする、1時間2時間打って打ってするのはね、あんまり意味がないんで、運動してるだけなのでね、やはりいろんな状況、ゴルフ場ってまっすぐのライないんで、いろんな状況ありますんで、それを想定して練習してみてください。はい、なかなか雨でね、コースも行けないですけど、晴れたら思いっきりゴルフ行きましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。じゃあね。